どうもこんにちは、なっちでございます。昨日ですね、特殊降臨ラッシュ動画を上げさせていただきました。3回ぐらい挑んだんですかね、結局。まあ結構難しいダンジョンでありまして、特にこう効果力が出ないパーティーだと、まあ、敵が倒せなかったりとか、まあ、そのギミックに負けてしまうってことがね、まあ、今の時代でもありますよってことで、苦戦しましたが、で僕動画撮り終わったタイミングでツイッターに投稿したんですよ。まだ難しいねみたいな感じで。そしたらみんなが、いや楽勝だしわらわらみたいな、まあ、そんな感じで、まあアルテミスだから苦戦したってのもあったんでしょうね。ってことで今回はゼウスバース、今人気のねゼウスバースでやったらどれぐらい簡単なのかってことをやってみたいと思います。結構ねゼウスバースで簡単に勝てましたって方も多くて、こっからあとシェリアスルーツとかね、あとは普通にディアブロスアヌビスで行きましたとかいう方たくさんいましたけども、今回はバースね。バースはもう降臨キャラクターなんで簡単にゲットできるってところがいいですよね。ってことで行ってみたいと思います。パーティーは水染めですね。まあ、とにかくスキブが欲しいなってことでウェルドールとアオーデン、アオーデンが入ってんのは同キャラ禁止っていうね、まあ、一応11月クエストダンジョンのまあ規約っていうか、なんていうんだ、条件にまあ従ってアオーデンにしました。であとはシャロンとキリですね。ドラゴンがたくさん出てくるんでドラゴンキラーが非常に有効です。アシストも一応紹介します。こいつがあれですね、リンシアが覚醒無効してくるんで覚醒無効解除に、アオーデンが毒の霧、これはボルスンですね、ボルスンの根性対策でございます。でシャロンがグングニール、これは最初のナイツオブドラゴンですね。ノルディスが闇バインドしてくるんでそれを解除するためのバインド回復です。まあこれは一応上行くんだら強いぞってことでいきたいと思います。多分勝てます。脳内では勝ててます。でこいつが闇バインドするだけで別に闇属性に耐性があるわけじゃないんで、こいつは闇を組んでやることによって結構ね火力が入るんではなかろうかと思います。ただまあドラゴンキラーがぶっ刺さっていくんで全然怖くないですね。はい、そしてスカーレットはここは悪魔キラー、ゼウスバースの悪魔キラーを使っていきましょう。ってことでまあ不安なんで一応水もコンボしておきますが、光のウェイがメインですかね。楽勝ですね。みんな13とかなのにこの火力。ここは毒の霧を使って、まあ、ここも大丈夫でしょうね。なんなら水の目覚めが今回はありがたいんで使わせていただきましょう。よくわかんないコンボ、バイバイ。こんだけで十分っていうね。でここですね、リンシアですね。リンシアが貴属性でめんどくさいなと思ったんで、これはキリちゃんで属性変えちゃいましょう。これができちゃうんですね。まずは覚醒無効解除して、これで貴属性にしてやればもう貴属性もクソもないと。ただこっからは毒が降ってくる可能性があるんで回復は一応消した方がいいかもしれませんね。はい、でガイノートは弱点なんで楽勝でしょう。ただこの辺になってくるとこっちのレベルが上がるからか敵も強くなってくるんで、あんまり舐め腐ったコンボをすると耐えるかもしれません。楽勝じゃん、恐ろしいぐらい楽勝だよこれ。サックサクだよ、サクサクパンダですよこんなん。でこいつも多分ね、もうねこれは列作っちゃって、そうだな、まあ、一応悪魔タイプなんで光も組んでおいて、この状態から全然倒せると思います。びっくりですね、困惑、むしろ困惑。はい、ということで非常にドラゴンキラーがね生かしやすいダンジョンとなっております。キリはほんと相性いいよね。リンシアも火に変えちゃうし、キラーは刺さるし、でバースがスカーレット刺しますし、でまあここはサスケとかでもいいと思います。あの学園サスケとかドラゴンキラーがあればいいんじゃないかな。でプラスなしでもこんだけサクッとクリアできますので、クリアに困ってる方はぜひ、こんな編成じゃなくても多分勝てると思いますんで使ってみてはいかがでしょうか。なんか再配信も決まったらしいんでね、逃した方もぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで終わります。早かったね、特にすることないからね。
はい、ということでゼウスバースランダンでもね活躍してますんで絶対に作っておいてください。以上ナッチでございました。バイバイ。